の細い世界観です。よろしくお願いします。ちょっと初めて一番最初のバンドでちょっと緊張してるんですけど、まあね、残りのね、2曲しかないんですけど、残りそれも頑張りたいと思います。わけありやん。ちょっといろいろね、わかりますか？あ、お楽しみに、この後サプライズあるんで。なんだこの歌は。さあ、ここでやってまいりました、数え世界観のバレンタインタイム。イエーイ。マジ。皆さん、どうもこんばんは、バッシュです。皆さん、バレンタインってもらいました？はい、もらった人。おお、ゼロの人ももらったかな。まあね、ゼロの人もいるかと思って、
バレンタインとホワイトデーのちょっと狭間ということで、みんなにチョコのプレゼントをしようかなと思って、僕あの昨日スタジオ終わってからあの亀戸のドンキってちょっと買ってきたんで、チョコをねみんなに配ろうと思うんですよ。まあね、これ先着2名様ということで、いやちょっと結構ビッグ、あれはちょっとね、ちょっとまだとりあえず先着2名さんということで、まあちょっとここでクイズをやりたいと思います。クイズで当たった方はあのこれあげるんで、とりあえずまず1個目ね、これ。じゃあクイズ参加したいなって人、じゃあ結構いるんで、ちょっとみんなでやっちゃいましょうか。じゃあ、みんなでやったらできねえな。じゃあ、4人選ぶ、4人。もうちょっともう一回やってやるけど、もう一回。あ、そうだね。じゃあ、タクから。よく手見して、もっと。じゃあ、一人目でいいよ。あくまで三角形なんで、じゃあ、メータスリーゆうさんゆうさんじゃあ、みたいどうぞ、みたじゃあ、俺にちょっとアピールしてください、みんな。じゃあ、一番笑顔な翔太さんじゃあね、とりあえずまず1回目のクイズ、俺が二重跳びを何回できるかっていうクイズなんですけど、あの僕これからちょっとそれ二重跳びするんで、二重跳び俺が何回できるかちょっと当ててもらって、でただ当てるだけじゃちょっと分からないと思うんで、俺のスペック、俺のステータスがどれまでなのかと。僕小学校の頃から野球やってまして、うん、まあ、だいぶスポーツは結構やってたんですよ。ちょっと皆さん知ってる通り、ちょっとタバコ吸ってるから息切れがちょっと心配だな。あ、じゃあまあとりあえずリオから何回できると思う？俺ゼロ。おー、じゃあユーサー3回、はい。じゃあ次ミエ2回、で塩田さん8。じゃあそれに一番近い方、これプレゼントするんで、じゃあ始めたいと思います。ちょっとそれ開けてもらって。いや、ワッシュでもね、キャプテンやってたもん。身長伸びてるからできない。逆に短いよ。え、これ無理だろ、無理だろ。いやー、できなさそう。女装だけちょっとつけさせて。いくよ、稼いでね。せーの。2回、正解は2回ということで、ラッコさんに俺本当はちょっとここで60回ぐらいやってふっみたいな感じを想像してたんだけど、あの見てるんだろ、これ見てこれ本当にここまでだけね、あトルキーのカメードのドンキー買ってきた二重跳び専用のナートで、まあ、とりあえずミエにプレゼント。もう一個、次、僕たち多彩世界観、まあ男メンツと、まあ今回の主役の秋山くん、秋山、はい、ガーナのチョコレート2枚を誰が一番早く食べきれるか選手権、これ参加したいなって人。あ、参加ってあれね、あのプレゼント企画、はい、何回誰が一番早いか。じゃあとりあえずタクから。はい、
箇所こういう感じだじゃあいいよ。あ、やりたい人。あ、じゃあ、当てたい人。領事。はい、やりたい人。おのかつでじゃあとりあえず宮田さんにレディーゴーしてもらってちょっと一応許可もらってるんで大丈夫です。食べるのスタートは向きでいいじゃん。開けてからね銀河だね銀河だね箱から出すの銀河開けてる。まあ、その辺は大丈夫でしょ。一個でいいかな。一個結構時間。じゃあ一枚一枚。一枚です。もちろんプレゼント。じゃあ最初誰だっけ。なんか言った。あ、誰が勝つと思います。デモだからタクタク。小池さんタクミで。あと、リョウジ。おはよう。最後。じゃあ、秋山しかいねえ。確かに。じゃあ、じゃあ俺が勝負プレゼントするから。代表戦ということで。向いてから勝負しよう。向いてから勝負しよう。向いてから勝負しよう。いや、そっちでいけるね。これやばいって。そうそうそう、最後の口上げじゃいいですか。じゃあもう時間も時間なんでやります。いきますよ。いいですか。いきますよ。よーい、スタート。スタート。えっ、ワッシー先輩が早い。落としたら拾ってくださいね。飲み込んだ人が勝ちです。ということで、秋山当てた。おめでとうございます。ありがとう。じゃあ待ってることでね。まあ体張ってやったわけだけど。なあ、こういうね、新鮮なライブもいいかなと思って。うん。なあ、昨日決めたんだけど。ヨロピアム君ありがとう。
やれ口の声引きたいね絶対まあなんかチョコ入れすぎるとなんかねっとりしてきてあどうでした皆さんこのたまには良くないですか、うん、じゃあ最後の曲やろうかなまあ、俺最後じゃないけど4年生の皆さんありがとうございましたオルフェ楽しかったですかまあしょっぱなでねあれだけど最後の曲いきます GO
9